プータン風ヌーボクリスマススペシャル。次の話題いきます、うん、こんなヤバい男がいた、男性とのちょっとヤバいエピソード。そうだね。いやもうパスタ男でしょ。ヤバい男。あ、ちなみにパスタ男の、うん、ケイスケ君気になる。誰やばいよ。ケイスケ君一緒にカラオケ行った時にカラオケでモコ今からパンツ脱いでほしいって言われて、うん、分かったって言ってとりあえずパンツ脱いでじゃあそしたらじゃあもうお会計の時だからこのまま帰ろっかって言ってパンツ回収されて、うん、ノーパンミニスカートでその時、うん、でスクランブル交差点思いっきり渡って、うん、でもなんかちょっと楽しそうだね。楽しかったなんかそういう癖だったのかな彼、そのケイスケ君。そうすごい癖だった、うん、やばいよ。え、外系ある？私はバレたら怖いってのしかなくて集中できなかった、うん、なんかデビュー前だけど、うん、ドライブしてて、うん、でなんか、まあ、助手席暇じゃん、うんうん、なんかなんかこうなんかちょっかい出してたの、なんかツンツンとか。あ、かわいい。でなんかそのチッの方の子もツンツンとかしてたらなんかまあ立っちゃって急にその彼が真顔でサービスエリアにグオーって入ってったの。乗んならんなと思ったら、うん、なんかちょっと後部座席ちょっと来てみたいな、パン脱げみたいに言われて、でもこんなんなっちゃっても我慢できねえよみたいなもんなって、すごいなんか S だね。そうすごいここでやるんかいと思って、今夜だったけど結構人の行き来もあるし車揺れるじゃん、うん、バレちゃうね、絶対バレてただろうなって思って、うん、でもしかもなんかさ、こうあの彼座ってるから私が上に乗っかってこう動くしかないじゃん、うんうん、それぐらいしかすることなくってさ、うん、そう、あ、なんかあんまり集中できなかったっていうのと、なんか車の中でセックすると、うん、多分なんか熱気がすごすぎて、うん、そう曇っちゃう、窓全部曇っちゃって、バレちゃう、エロくないそれ、エロ、だから、あ、いいいい、そうだから、ま、窓ガラス曇ってる車を見つけたら中でやってるぞっていう、うん、あえ、なんかやばい男いた？やばいっていうか、私がやばいのかもしれないんだけど、うん、まあ、当時、うん、もう AV やってます、うん、で、地元の男の子にそれ、うん、知られちゃって、うんうんうん、で連絡来て、うん、あ、じゃあ久々にご飯行こうかってなって、うん、ご飯行ったの、うんうん、でその時持ち合わせてたお金、うん、ちょっと少ないかなとか思ったけど、うん、もう行っちゃいと思って行って、で、まあ、予想以上に飲み食べしちゃって、うんうん、合計金額今持ってるお金で払えないなと思って、うん、あの割り勘だとしても、うんうん、まあ、地元の子たち甘えちゃおうかなと思って、うん、お願いこのぐらいしかないけどお願いって言って払ってもらったので、お店出ました、うん、したら、お前舐めてんのかって言われて、え、なんか、わかんない、なんかお金ちゃんと割り勘男なの。あーほう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 。なんか私はなんか今までの、まあなんかずっと彼氏はほぼほぼ払ってもらっちゃってて、うん、それもうそれをもう学んできたから、でもなんかすごい怒られちゃって、うん、めっちゃ怖かったの、初めてだったし、うんうん、割り勘男、そうだよね、なんか友達だし、うん、やっぱり割り勘じゃないとダメなんだって思って、うん、それを機にその後からはもう割り勘で、うん、もうなんか怖くてさ、え、それ、え、なんかさ、なんかたまにさ、SNS とかで見るさ、なんか1円単位まで割り勘する男みたいなのいいんじゃん、そっち系ってこと？そっち系っぽい、で、その後セックしたの、セックしたんかい、したんかい、したんかい、そのセックでもいいじゃんって思ったんだけど、うん、怖くてその次会った時に返したんだけど、うん、ちょっと怖かった、怖い人いるんだなって思って、え、どっち派？お金ちゃんと出す派？友達だったら出す ね、うん、友達だったら、そうだよね、そうだよね、友達だったらやる、うん、やる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 間違えた、出す出す、同じく友達だったらね、出す、そこ線引きじゃない、おごってもらったおはデートじゃない、そう、おごってもらうのは、うん、え、それ同級生？同級生、あー、なるほどね、地元の子、あー連絡来るよね、デビューするとね、来るよね、来るよね、来るよね、同級生とかね、増えるんだよ、なんか知んないけど知らんけどえ、どんな感じだったの、そのデビューした時。私は全然なんか本当に周りの子にみんなに親にももうみんなにも、うん、まあ、私やるんでって言って、うん、買ってね見てねっていう感じにしたの、うんうん、逆に隠すと言われるから、うんうん、オープンで行こうと思って、
頑張れよみたいな、うん、応援してるよみたいな感じ、うんうんうん、すごくいい、うん、本当いい感じだったなんか私はもう数本で終わりにするって思ってたから、うん、あ、そうなんだ、もともと多分そこまで、うん、あの広くなかったし、うんうん、1年以内か、うんうん、もう早いかな、その人にバレて、うんうん、連絡来て、そこからじわじわ広がっていったって感じ。ああ、そうだね、もこちゃんは。そうだよね。なんか最初は親には言ってて、うん、でその後にあの友達には言ってなくて、うん、で実は週刊誌に載る前日、うんうん、その週刊誌で発売しますみたいなのあるじゃん。うんうんうん、あの前日に友達に電話かけて、ごめん実は明日フライデーに出るんだって。かっこいい。黙っててごめん、まずこうそれしか言えなくて、うん、え、なんかやらかしたのって。あ、違うの、脱ぐのって言って。脱ぐの。そしたら、あ、やっぱりそうだ、やっぱやると思ったって。そう。やっぱ分かる、でも反応は一緒だった私も。なんか、あ、そうなんだ、別に驚かないみたいな感じで。そうそうそう、驚かないかった。確かに下手に隠すといいことないから、うん、認めていっちゃった方がいいと思う、うん、なんかいろんな人に私だよって言って、うん、そうすれば買ってももらえるし、うんうんうん、そうそうすごい、なんかこれから AV 女優になりたい子へのアドバイスみたいになっちゃった。